オリバーソース、オリバーソース株式会社、オリバーソース仕様、LTD は、兵庫県神戸市中央区港と南町に本社を、置く、ソースを中心とする、食品メーカーである。1920年、大正9年、大阪の老舗醤油醸造造、何は醸造当主の次男、道満心が、家と田元を分かち、神戸で、イギリス産のウスターソースを発売。 外国人居留地等を中心に輸入液体調味料の研究と委託販売を行う。この事業を継承して1923年、大正12年、ドーマンが神戸でドーマン調味料研究所を創業させるとともに国産ウスターソースの製造、開発を開始した。その後、本家イギリスウスター氏のオリバー社とその日本代理人の廃業に伴い商標権と異常を引き継ぐ。 1966年、社名をオリバーソースに変更する。1948年、昭和23年に従来のウスターソースを改良した世界初の濃厚ブラウンウスターソースであるオリバートンカツソースを発売しており、濃厚ソースの先駆者として知られている。1968年、 昭和43年にはそれまで、お好み焼きやたこ焼きなどの業務用のみで発売していた、低酸性のソースである、お好み焼きソースの保存性を向上させて他社に、先駆けて、家庭用お好み焼き専用、ソースとして、市販に踏み切り、お好み焼きソース市場では10%強のシェアで、広島に本拠を置く、おたふくソースに次ぐ2番手の地位にあるとされており、お好み焼き、 焼きそばソース市場では、イカリソウや、カゴメ、ブルドックソース等のウスターソース市場ではより規模の大きなメーカーをしのぐ売り上げを上げている。トンカツソースや、お好み焼きソースなどの濃厚、ウスターソースの研究開発に注力している一環で、1993年、平成5年から、沈殿製法と呼ばれる、ウスターソースの伝統的な製法による法準ナースの製造に取り組み、 ウスターソースの熟成期間中に底部に自然沈降した粘り気の多い沈殿物を商品化して同年3月からドロソースとして製造・販売を始めた。このドロソースは発売当初から順調に売り上げを伸ばし、さらに蕎麦飯ブームの影響でテレビ番組で取り上げられた直後の2000年。 平成12年12月には、前月比60%増と急増するなどそばし、ブームを生かして、売り上げを年々拡大して、こだわり商品の一つとして、スーパーなどのソース売り場で販売されるようになり、オリバーソースを代表する商品として、業務用、家庭用で販売されるようになった。また、2006年、平成18年には、 この沈殿製法で現役を3年間熟成させる製法で製造する新商品オリバークライマックスヴィンテージ3年仕込みソースを発売するなど沈殿製法による濃厚ウスターソースに注力している1995年平成7年の阪神淡路大震災の際には近隣で火災により大きな被害が出ていたことから本社社屋が全焼したとの情報が流れ 創業の地、神戸市兵庫区にあった本社や、工場7棟のうち3棟を実際に消失して残った4棟も、使用不能な状況となり、2ヶ月半後に、創業再開にこぎつけた。しかし、その本社周辺が、区画整理特別地域に指定されて、復興のため、立ち退きを余儀なくされたため、移転先として、同市中央区のポートアイランドに、 第2期地区の企業分譲地の一角を選び、1996年、平成8年3月25日に新本社、工場の建設に着工して1997年、平成9年7月に、同地区の新室第1号として、本社工場を稼働することになった。阪神、淡路大震災に伴う火災で震災で焼け残った、タンク内に高級ソース。 クライマックスのウスターソース原液が貯蔵されていて、長期熟成で独特の味と香りになっていたことから、それをベースにブレンドした商品を、震災50年の記念として、オリバークライマックス10年仕込みソースセットを商品化して発売し、2010年、平成22年1月17日には、第2弾として、15年仕込みクライマックスソース、ウスター、トンカツを発売して、 その収益は共に、全額審査維持施設に寄付を行っている。2010年、平成22年に食べるラー油、何でもかけ、ラー油100グラムを期間限定販売したほか、餃子を味噌だレで食べる地元神戸の味覚に注目して2012年、平成24年秋に神戸餃子味噌ダレを発売するなど、中華系の調味料の展開も行っている。 また、2013年、平成25年2月20日には、醤油風味のあっさりしたお好みソースとして、ウスターソースと醤油の風味を合わせ持つ、ソースを発売し、照り焼きなどの和食にも合う、ソース作りに盛り組んでいる。1976年から吉本新喜劇の人気俳優として知られる、花哲夫キャラクターに起用したテレビ CM 活動を展開し、知名度を上げる。 その後も、桑名正弘を起用したりしながら、2007年の東方映画、ドロロとドロソースを大アップさせた、テレビコマーシャルを放映、関西を中心に、さらなる知名度アップにつなげた。また、アニメーションで、ナレーターが、オリバーだけや、どこ行ったらあるねん、と叫ぶものや、お笑いコンビのシャンプーハットを起用したり、2008年には、映画、 ホームレス中学生とのタップでお笑いコンビのキリンが出演したコマーシャルが放映された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。